タバコの値段が高くて困っています。タバコの値段を上げすぎると海外ではそのせいで大麻が蔓延しているという現状があります。このままでは高木沙耶さんなどの大麻支持論者の思うつぼになってしまうと個人的に考えています。リョクさん、日本のタバコ値段についてどうすべきだと思いますか？あんま関係ないですよ。ヨーロッパもアメリカのタバコは高いので。ただまあ、そのタバコの値段を上げることでタバコを吸う人が少なくなるからいいよねっていうのになるかもしれないんですけど、タバコを吸うことでストレスを発散してた人のストレスがどこに行くのかなっていうのが若干疑問だったりする昨今です。というわけで、そろそろ終わります。